バター、星4。高度に発達した CG をこれでもかと見せつける作品。資源が枯渇しつつある未来の地球からアバターという別の知的生命体が住む惑星を発見した人類は、その惑星に存在する高度なマグネットのような鉱物を使うことで地球の電力問題を解決できるということから、その惑星に入植を始める。しかし人類の環境汚染に激おこぷんぷん丸したアバターの住民が槍と弓と人類の2倍はある体格を使って反撃に出る。主人公は事故で下半身不随になった海兵隊の人族のオスで、人族の遺伝子を使ってアバターと呼ばれる異星人のクローンのようなものを使い、高度な VR 技術を使って原住民との共存をしようと動くシナリオ。対立の大元となっている部分はアメリカ大陸に入植してきた白人とネイティブアメリカンとの戦いがベースとなっており、アバターの惑星の住民はネイティブアメリカンやアマゾネスのような振る舞いだったり文化を持っております。人族は2つの派閥に分かれており、主にオタクの博士たちのチームナードは原住民と共存共栄を目指して資源の搾取は環境破壊を起こさない程度に留めようというグループと、害獣どもは駆逐してもっとじゃんじゃん資源を搾取しようぜというイケイケのグループに分かれており、イケイケグループが主流派。主人公は少数派のチームナードとしてアバターに乗り込み、原住民とのコミュニケーションを行い、なんとか対立を避けられないかと奔走するシナリオ。例えばこの惑星の動物の足が6本足だったり、どうして大地が浮くのかとか、アバターがどういう価値観を持つ生き物なのかとかの設定だったり、シガニー・ウィーバーが英語を教えて原住民とコミュニケーションするために長い年月を費やしたという設定などです。主人公はだんだんアバターの価値観に感化されていき、最後はアバター側の戦士として人類に対して反旗を翻してチームイケイケの人類を追い出すまでがこの映画のシナリオ。とりわけ戦闘シーンの描写がすんばらしく、人間にブルースクリーンで演技をさせてそこに CG を被せるという部分が CG が質量を持つ残像になってて、全身から暗光吹き出しました。